国の重要伝統的建造物群保存地区にも選ばれ、昔ながらの町並みを残す塩立。その中に築200年の古民家を利用した塩立ミュージアムがあります。こちらではアートや手作り作品の展示販売、イベントやワークショップなどが行われています。そしてお昼時になるとオープンするのが食事処いおりです。今年の3月よりスタートしたいおりでは、周辺地域から集まるさまざまな人たちが曜日代わりでメニューを提供しています。料理を始めたのはですね、去年からです。去年の4月3月からですけども、まあそういうなきっかけになったのはやっぱり、その前やってたそのは手作り作家、地元の手作り作家さんたちのですね、商品を並べて展示をしたり、また販売をしたり、そこでまたそういう、まあ、ワークショップみたいな形でいろんなことをですね、ちょっとやってたんですけども、まあそれだけではなかなか収穫力もできないということがありましてですね、それでですね、まあ、食事処を始めればですよ、こういう形でまた食事を作る方たちがここに来ていただいて、こう作っていただけますんで、また違った意味でのその、この活用ができるかなと思いましてですね、始めたわけですけども。この日は月に一度の色彩御膳の日。近隣に住む3人の女性が旬の食材を使ったさくらんぼ膳を提供しています。私たちはというか、さくらという団体で、お袋料理とか出すことを10年近くやっていました。その会がですね、去年のちょうど1月で終わりましたので、そういう時にここでお料理を出そうかという話が来まして、ぜひさせてくださいということで、まあ、そのさくらは先輩たちから私習ったことがいっぱいあります。技術的にはですね、全然先輩たちのとこまで到達できてないんですけれど、その時にもらったアイデアとか器とか、その辺を、応用してさせてもらってます。さくらんぼ膳は1日限定20食、調理から盛り付けまで全て自分たちで行うため、この日も朝から準備に取り掛かっていました。月1回の会に向けてですね、一月前から今度何を作ろうかなと、で家で練習したり材料を探したり楽しみにしています。お昼時、たくさんのお客さんでにぎわっています。すぐに満席になるため、お客さん同士が相席していました。初対面でもすぐに仲良くなれるのは美味しいご飯のおかげでしょうか。なんか本当にヘルシーでね、女性にはもってこいの午前でした。いや、やっと来れたんですよ。いつもお誘い受けてたんですけど、初めて来れました。美味しかったです。季節のものがふんだんで大満足です。ありがとうございました。やっぱり一人一人来ていただいた方に、お話をして、これはこういうところからこういう気持ちで作ってますよっていうところを伝えたいし、お客さんの方からもお話アドバイスを聞きたいと思います。季節、その季節ならではの食材っていうのがありまして、その風味とか色とか味を、本来の味を生かす調理法で食べていただいて、本当に美味しかったと言われることが一番嬉しいですね。毎月第3日曜日に旬の食材を使ったお料理を出しております。ぜひ味見に来てください。お待ちしてます。お待ちしてます。いおりでは色彩御膳の日以外にも曜日ごとに様々な日を設けています。塩立の散策がてら一度寄ってみませんか。